はい、皆さんこんばんは。本日も21時よりダンサーカズヤのスーパーマルチタレントへの道ということで、あのメイン MC させていただいております、カズヤと申します。よろしくお願いします。そしてサブ MC のよろしくお願いします。はい、はい、頑張るあなたの心のオアシスに手と声と笑顔で癒しを届けます。癒しパワーは無限大、癒しセラピストのクミです。お願いします。ありがとうございます。ちょっとあの自己紹介をさせていただいたところで、ちょっと今日はあのご報告といいますか、はい、あのございまして、ちょっとスポンサーさんが、あの応援していただけるスポンサー様がちょっと2社決まりまして、いや本当おかげさまでありがとうございます。本当にね、ちょっと今日見ていただいてるか、ちょっと YouTube の方でもね見ていただいてるかわからないんですけれども、まずちょっとね1社目というか、あのご紹介させていただければと思うんですけれども、ちょっと画像の方まずいただけますか。はい、こちら、こちらあの番組オワリアズーリ FM でもしていただいてる、あの女性の方があの次郷さんで、あとね男性の方が新庄さんと呼ばれる、あのハスの花の宝物という意味の株式会社マニパドメを運営されております、はい、 HSP の方をですね専門にコンサルティングをされている次郷さんと、あの目に見えない世界、そういうスピリチュアルじゃないですけど、はい、を見てコンサルティングされていらっしゃいます新庄さんとで、メンタル&ソウルのコンサルをされていらっしゃいます。はい、ありがとうございます。で、心と魂の観点から自分らしい人生へと現実を変化させていた、させていくというコンサルティングをされていらっしゃるお二人でね、本当あのご縁いただいて、あの、まあ、なんか最初はあのこう、まあ、和也さんの夢をちょっとこう応援するとして、はい、あの履行させていただけませんかって、もう本当ご丁寧に、あの手挙げていただいて、ね、はい、もう応援していただいて、いや嬉しいですね、もう僕も本当嬉しくて、うんうんうん、もうなんかなんていうの、まあ卑下する、自分を卑下するっていうのはまあ嫌なんですけど、なんかまさか自分にそんなね、なんかこうこれからじゃないですか、うん、僕ってこうなんかこう今すごいこれがあるとかじゃない中、うんうん、こう応援していただくっていうので、うんうん、本当もありがたいなと思っておりまして、ありがとうございます、改めまして、はい。あのちょっと先ほどのねお話でもあったんですけど、はい、やっぱこう HSP ってご存知ですか？なんかよく最近聞きますね。そうそう、なんかこうちょっと、うん、ごめんなさい、あの簡単な説明で申し訳ないんですけど、はい、こうちょっとこう敏感な方というか、うん、こうすごいお優しすぎる方、うん、いいことなんですよ、うん、いいことなんですけど、方、うん、ちょっとね、繊細な、そう繊細な心を持ったっていう、まあ、結構なんかあの、はい、僕もその診断してもらったわけじゃないんですけど、すごいあの、はい、それこそあのお二人のインスタグラムとか、うんうん、そういう SNS の発信とか見るとすごい心を助けていただくことが多くて、本当ありがとうございます。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、うん、もうなんか、まあ、結構皆さんこう繊細な部分というか敏感な部分って皆さんじゃないですけど、うん、まあ、ある方は多い、まあ、誰しもね、多少そこでも助けていただいて、うん、ちょっと次のお写真お願いします。はい、はい、入ってますかね。はい、こちらに、ね、あの本を、これ今前にも置かせていただいてるんですけれども、はい、うん、はい、本当の自分を取り戻し本当の幸せを手に入れるというか、もう僕あの早速読ませていただきまして、はいはい、あのなんかいい本ですねってもう一言じゃ本当言えないぐらい、はい、深くて、そうなんですね、そうなんですよ、読み応えがありそうな、いや、そうなんですよ、ね、もうあの僕結構大事な、ま、た 全ページ大事なんですけど、はい、うんうん、全部追ってたりとかするぐらい、うん、お、はい、なんかその中でも僕が一番、はい、こう言ってもいいかな、なんかこう紹介というか、うん、はい、一部なんかあの陰の感情、はい、まあ、ちょっとネガティブな感情、うん、まあまあ、あるじゃないですか、ちょっとそういうのって誰しもが欠点というか、そうですね、まあ、そういう感情があってもいいんだよと、うん、なんかそれぐらいこうそのありのままをまあ愛してあげたらいいよと、うん、別に完璧な人ばかり目指さなくてもみたいな内容が書いてあって、うん、まあ、それ以外ももちろんなんですけど、すごいそこのページがよりなんか印象強かったというか、そういうの、あ、ツイッターコメントいただきました、ありがとうございます、あ、先生ごめんなさい、お先はなかな、 ありがとうございます、あ、今スポンサーさんのお話させていただきました、はい、新庄さんと次郷さんがコメントいただきました、ありがとうございます。はい、新庄次郷を見させていただいています、これから和也さんを世界のビッグスターにすべく限りなく応援させていただきますねと、 ありがとうございます、本当嬉しい、もう本当あのね、先ほどのお話じゃないですけど、もうそう言っていただけて、いや嬉しいですよね、本当に、まあ、なかなか、うん、もちろん自分が頑張るっていうのはもちろんなんですけど、やっぱなかなか一人では、うん、ね、できることも限られてて、皆さんに応援していただくことこそが、うん、やっぱりこういろんな発信持ってるのかなっていうところで、うんうん、はい、もう本当あのそういった
あのサポートももちろんですけど、メンタル的にも救っていただいて、はい、本当ありがとうございます。すごい、コメントもいただいてありがとうございま す。であのこちらツイッターの方でごめんなさい、あのいただいたんですけど、こちらツイッターの方で、はい、OW アズパン FM、 こちら今 X のアカウントでね、こうして、はい、あのコメントいただきましたら、今スタッフが中に持ち込んでいただいたように、あの読ませていただいたりお答えさせていただきますので、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そして、はい、続いてのページお願いします。はい、こちらの本読ませていただいて、あーすごい、これちょっとあの僕が多分読ませて、こう手に取った瞬間嬉しすぎて、あのちょっともう自撮りしたっていう、なんでまだこれ内容入ってない時の顔なんですけどそうなんですよ、まだ内容入ってなかったなっていう、はいはいはい、でも本当あのもう結構その読み応えがあるというか、内容が深いので、こう結構僕とかであればこう1回じゃわからない、そのエピソードによって僕もう1回戻ってなんか読み直すぐらい、読み直すのもいいですよね。その時々によってまた捉え方がね変わったり、そうなんですよ、なんかこう本当になんかこう本当の自分を、本当の幸せを手に入れて、なんかこうありのままでというか、まあ、どうしても結構自分のことって否定し してしまったりとかって多いじゃん、もう特に僕結構あったりするんですが、ああこうしたらよかったなとかってあるんですけど、なんかそれを全て包み込んでくれるような、もちろん成長の意味では反省も大事なんですけど、あんまり否定しすぎてしんどくなるのもっていうのをね、言っていただいてありがとうございます。本当ありがとうございます。そして続いてのお写真お願いします。はい、こちらあの先ほどもお伝えしたように第2火曜日12時からの新章、自供の知ったらやばい本当の話ということで、メンタル&ソウルコンサルタント、はい、ということでね、新庄さん、次郷さんがお二人であのこちらでオレアズ売りで番組持っていただいてるんですけれども、ね、こちら の番組の内容もですね、僕あの一番最初、うん、僕があの開局特番で、はい、あのケニーさんいらっしゃいっていうのを今、はいはい、30分でさせて、そちらのご縁からいただいた方なんですけれども、ね、うんうん、もうその時からこうお話、あ、ツイッターコメントありがとうございます、いただきました。そちらの、はい、ありがとうございます。そちらのあの時からこうすごくなんかこう僕に対しても、まあ、僕が MC なんでやっぱ僕がリードしていくんですけど、うん、それ以上になんかこうお気遣いいただいたりとか、はい、でこうなんかやばい本当の話って書いてるんですけど、なんか深い話、はいはい、そうなんですね、なんかこう最近で言うとお盆の中のエピソードとか、まあ、神社に行かれた時のお話とか、本当にこうあの世の世界のお話とか、はいはいはい、ちょっとこう本のネタバレになってしまうんで、あんまりね、ちょっと皆さんぜひあの手に取っていただいて、うん、はい、ね、見えない世界、そうなんですよ、そうなんですよ、面白そうです、はい、で、はい、そういうなんかこう目に見えない世界の、うん、あの新庄さんと、うん、そういったあのこう HSP にね、この方により特化されて、うん、コンサルされているお二人でこうご一緒にされてるっていうのが、はい、もう多分日本中も一組しかいないんじゃないかなっていうぐらい、こうスペシャルなお二人でされてるので、なんか今の時代にねすごいぴったりな、結構不安なね、まあ、いつでもですけど不安な時代もありますし、うんうんうん、ちょっとここでコメント、はい、はい、もう一つまともなのを送ります、はい、いえいえ、もう先ほどもありがとうございます。和也くん紹介ありがとう。はい、ご両親をはじめ和也くんを信じ支えてくださる方々、あなたと共に夢を叶えようと、波走りになってる、そう、あ、ごめんなさい、すいません、並走してくれている方々、あなたの夢を応援している方々があなたのそばにはたくさんいます。ありがとうございます。感謝しつつ夢を叶えるためにも頑張ってください。くれぐれも和也くんらしさを忘れずに、応援してますね、株式会社マニパドメ、はい、新庄さん、次郷さん、はい、いただいてます、ありがとうございます。なんかこうね、心に来る、いや、なんか僕も今ちょっと読ませていただきながらちょっとうんってなったんですけど、すごくこうね、温かい、和也くんらしさを忘れずにねっていうのが、こうどうしてもなんていうのこう決まってしまうというか、うん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 、ね、なんか頑張ろうって思いすぎてる中で、特にこうスポンサーさんがね、こうやって手挙げていただいて、ね、なっていただいてってなると、うんうん、よりこう頑張らないとっていうのも、うんうん、多分こう分かっていただいて、こういったお言葉いただけるっていうのもすごく本当ありがたくて、こちらのホームページ、あのなごみの方がちょっとございまして、はい、こちらあのなごみって入れていただけると、あの上の表記で入れていただけると、はい、うん、ホームページっていうかな、これ、はいはい、出てきまして、またあのまああのそういったなんていうんですか、先ほどお伝えしたコンサル、ね、受けたいよ、まあ、ちょっとでも悩まれてるよとか、うん、まあ、絶対あの、まあ、皆さんではないと思うんですけど、うん、なんか僕もそういったことをよく思うんですけど、うん、なんか数や考えすぎやってとか、うん、いやいや、そんなんか、いや、そんなん別にいらんやろとか、うん、なんかこう別に僕だけじゃないと思うんですけど、結構言われる方って、俺ってちょっとおかしいんかなって思った時期もあったんですけど、特にこういったあの新庄さんと次郷さんにお会いすることによって、なんかあの
別に考えすぎが悪いっていう、うん、まあ、そこの自己否定なところとかもほんまなくなりましたし、うん、まあ、僕みたいな方って本当いろいろ元の方とかもうちょっとの方っていらっしゃると思うんで、そうなんですよ、そうなんですよ、勇気をもらったり、ね、そうなんですよ、まあ、そういった方もぜひぜひこの名組の方にちょっと大きくページしていただいていいですか。はい、していただいて、その下の方にちょっとあの行っていただけますと、まあそのコンサルの受け方とかであったりとかっていうのが、うん、はい、見ていただけますので、引き続き、はい、はい、本当改めて応援していただき、スポンサー様にありがとうございます。またまたこれから頑張りますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そしてすみません、続きましてもう一社さんがちょっとあの、はい、お決まりいただきまして、はい、そちらがあの僕ゆういちさんと呼ばせていただいてるんですけれども、うん、はい、ちょっとあの1枚目の写真出していただけますか。はい、こちらのゆういちさんなんですけど、うん、あの肉バル、あのクリボーっていう伏見にあるお店のところと、うん、あともう一個あの鉄板クラブっていうあの飲食店なんですけど、うん、あの海鮮のなんかされてる、うん、でカズさんっていう飲食店なんですけれども、そのオーナーさんがこの横にいらっしゃる。そうなんですね、はい、結構なんかこうワイルドな感じな方なんですけど、うん、はい、すごくあの、うん、ゆういちさん、なんか僕がゆういさんのなんか印象を伝えるってちょっと生意気で申し訳ないんですけど、はい、なんかあの結構憧れてる部分が多くて、そうなんですね、なんかあの結構まあもちろんね大先輩なんで僕が言うのも失礼なんですけど、なんて言うの、どうしようってなられないというか、いつでもなんかふわっとしてはるというか、でも経営者としてバリバリやられてる一面もあったり、頼れる存在、そうなんですよ。なんか結構あの10分前、ちょっと今から10分前動画を撮らせていただくんですけど、なんか撮らせていただいていいですかとかでも結構、うん、あ、何やったらいいですかとか結構皆さんなられたりとか、もちろんそれは当たり前なんですけど、あ、全然大丈夫ですよとか、練習しますかとか、いや大丈夫大丈夫みたいな、でなんか一回ゆういちさんにちょっと一回お聞きしたことあるんですよ。で僕結構どうしようってこううんって構えてしまうんで、うん、なんかどうしたらゆういちさんみたいにこう、まあ、落ち着いてっていうのも失礼ですけど、うん、なれますかって聞いたら、うん、いや別に失敗なんか別にないから何でもいいんじゃないみたいな、別にそれがなんか NG でやっても俺こそ失敗じゃないし、うん、まあ、それで使っていただくかいただかないのはそれは向こうの判断であれですけど、うん、そんなも別に人生って考えんでもみたいな、こう男らしい、すごいなんかね、でその反面すごいお優しくて気さくに喋っていただけるという、うん、へー、素敵な人柄で、はい、スポンサー応援するよということで、そうなんですね、はい、ありがとうございます。はい、でちょっと続いてのお写真お願いします。はい、はい、こちらがあのそのクリボーさん、うん、伏見の方にある、で次のお写真お願いします。はい、こちらが看板で肉バルということで、はい、はい、ここの唐揚げ、これごめんなさい、言うつもりなかったんですけど、うん、あの伊勢神宮にも奉納されてるぐらいすごい有名で、僕いただいたんですけど本当美味しくて、もうあのもうなんかこう柔らかいというか、なんか衣してないというか、なんかこう僕あんまりちょっと食レポ下手くそなんでこれ以上あれなんですけど、それが本当美味しいのでぜひ皆さん、はい、お願いします。そして続いてのお写真お願いします。こちらがあの鉄板クラブカズということで、ちょうどなんか僕ねカズヤなんで、あの多分僕の名前から取っていただいたわけでは絶対にないとは思うんですけど、元からあったのでね、うん、なんですけど僕ちょっとここまだちょっとお伺いできてなくて、また今度さっきのお店とはまた別に、そうなんですよ、熱田区の方にあるので、ぜひぜひ皆さんあのまた僕も行かせていただいて、こちらで、ね、うん、またご一緒にね、よろしくお願いします。うん、はい、そしてあのこちらのホームページの方があのございますので出していただけますか。はい、はいはい、ありがとうございます。こちらがあの鉄板クラブカズさんの方のホームページで、結構予約とかもなってて、うん、結構なんか落ち着いたお店とお聞きしてるので、うん、はい、ぜひぜひ皆さんお立ち寄りいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。もう一個ホームページ、あ、ちゃう、もう一個ありますね。はい、こちらがあのそのクリボーさん、こちら僕行かせていただいた方なんですけど、そうなんですね、すごいあのお肉僕大好きで、うん、似合う、ありがとうございます。似合う、そう、うん、大好きで、もうほんま唐揚げっていうとなんか唐揚げだけかいってなるんですけど、いっぱいある中で本当にちょっとこうおしゃれな感じでもあって、あ、はい、皆さんぜひぜひお立ち寄り行ってください、よろしくお願いします。ちょっとなんかあのスポンサーさんが本当ね、2社様も集まっていただけるということで、あのちょっとねここであのちょっと細かいあのお話はできないんですけれども、はい、ちょっと今あのうちの高橋あの代表の高橋社長の方が、はい、あの詩を書いて、あとちょっと今ちょっと曲作ってくれる人のちょっと名前を今ちょっとしっかりあの報告として言いたいので、はい、今名前伏させていただくんですけど、ちょっと有名な方にちょっとお作りいただくっていうのを今ちょっと、まあ、あのアズリタレントカズヤとして、はい、しっかりこうまあ世界に羽ばたけるように、うん、まあ、まず第一一歩としてしていただけるように本当応援していただけるっていうので、はい、はい、あの西田さんともね、うん、こうやって
支えいただきまして、サポートいただきまして、で今ちょっとまあその、まあ、期限っていうのが今ここっていう決まったわけじゃないんですけど、はい、まあ、年内ぐらいにはまあしっかりあの曲作っていって、はい、まあ、デビューというか皆さんによりね感動を与えれるように、あのそれこそ次郷さん新書さんお二人ももちろんなんですけど、あとね、あの雄一さんももちろんなんですけど、僕があの伝えてる思いとしては、あのまあ、あのここにはお話しさせていただいてるんですけど、はい、まあ、やっぱり自分がこう有名になって、なんかあのなんていうのスーパーカー乗ってとか、まあ、合流したいって、もちろ ん, なんか最初はそんなとこからのスタートだったかもしれないんですけど、ほんまそうじゃなくて、なんかあの特に新庄さん次郷さんに言っていただいたのが、よりこう人のため世のためになれるような、あ、まあ、今のまんまこうスターになって頑張ってくださいねみたいな本当メッセージもいただいたりして、はい、もうそのお約束は絶対ね、自分もちろんあのですけど、よりスポンサーさんもついていただいて、より強力になって、あのまた後でお話しさせていただこうとは思うんですけど、よりこうまあ日本ももちろんですけど、世界にねいろんな困ってる方とかやっぱりいろいろいるので、まあそういった方に元気づけるとか、もちろんその金銭面とかこういう目に見えてこう物資を送るとか自分が元気づけに行くっていうところも含めて、なんかこうスポンサーさんついていただいたことを、やっぱり新庄さん次郷さん、そういったこう心のケアされてる方にお会いしたことをお話しさせていただいたことによって、よりなんていうのこう気が引き締まったというか、なんか自分のこうなんか使命って、そんなね僕の今の立場で言うのもおこがましいですけど、なんか世のため人のためにこう自分のためだけじゃなくて、やっぱりこうできるようにこれからもちょっと邁進していきたいなと、はい、思ってますので、頑張りますので、はい、本当ありがとうございます。いやいや本当ありがとうございます。でも本当あのちょっとスポンサーさんの延長上で言うのもあれですけど、あのこうやって久美さんともさせていただいて、まあ結構何回目かななるじゃないですか。そうですね、あっという間に。もうこのね第4火曜日の21時はもう久美さんと出ていただくことによって、よりこう自分らしさというか、この間今日かな昨日かなんかメッセージで送りさせていただきましたけど、よりこう僕のねそういう思いとかを引き出していただいてお話しさせていただけるのは久美さんのおかげでも本当あるので、もう感謝してます。ありがとうございます。いつもね感謝の気持ちを伝えてくださるので、いやいやところも素敵だなと。ありがとうございます本当。まあこれからもあのはい、はい、和也頑張っていきますので、ね、はい、またあのスポンサー様あの募集というかね応援していただける方、ね、募集させていただいてますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。またあの自分のインスタグラムの方でもあのなんかいただあの KZ8 で和也でさせていただいてますので、チェックしていただいて、なんか DM とかいただけましたらまた詳細とか、はい、させていただきますのでよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そしてちょっとここがちょっとねあの長くなる冒頭でさせていただいたスポンサーさんのご紹介させていただきました、はい、ありがとうございます。でここからちょっと久美さんの、はい、まあ、近況というか、あ、そうですね、お互いの近況というか、そうですね、はい、ちょっとまた1ヶ月ぶりなので、はい、なんかいろいろちょっとあの東京行かれてたじゃないですか。そうなんです、うん、そこのお話も含めて、はい、ちょっと画像を見ていただきながら、そうですね、はい、ちょっとお話聞かせてください。はい、ありがとうございます。そう、普段はねあの名古屋の駅の近くでマッサージをしてるんですけども、はいはい、今回ちょっと東京に行く機会があったので、うんうんうん、東京でもそのレンタルルームをあの借りして、今すごい本当便利で、あのレンタルルームをこう借りれるサイトがあって、あ、全国どこのあのマッサージできるレンタルルームってこと？そうなんです、そうなんです、会議室からそのベッドがあるようなマッサージも、はいはい、あ、なんか画像の方、はい、あ、こういうの、こういったところで、もうこれがレンタルスペースになってる、もうそうなんです、なんかお店されてる感じの、もうすべて整ってる感じですね。そうなんです、個室で、あのちょっと横にテーブルと椅子があってお話もできるし、こういう施術用のベッドがあって、すごい、これも本当新宿駅の近く。すごい便利なところで、はいはいはい、今1時間いくらみたいな感じで借りれて、あ、で、あの SNS でねつながって、でも東京からこう応援してくださってる方、すごいよね、はい、なんかあのほんまにすごいよね。いや、ありがとうございます。ですごい、ぜひ東京に来る機会があったらお会いしたいって、マッサージもお願いしたいって言っていただいて、すごい、ね、はい、今回僕よりスターですもんね。すごいわ。はい、今日、うん、すごい私もいい機会になりました、はいはい、定期的になんか行こうと思ってたりとか、はい、そうですね、またタイミングが、ね、合えば今後も定期的に、ね、すごいわ、その名古屋でももちろんお忙しいですし、あ、ね、東京の方でも、ね、ありがたいですね、あちこち、はい、すごい、呼んでいただいてありがとうございます。またまたね、なんか受けたいっていう方がいらっしゃったら、はい、あ、そうですね、さんのインスタグラムとか、はい、この番組でも見て、あの依頼があって名古屋の方でさせていただいたっていうこともあったので、ありがとうございます、はい、
じゃあ続いてのお写真、それ以外にもなんかね、僕にもお送りいただいた、あ、そうなんですか、ね、このね、東京の方でいつもそれこそこう応援してくれてる友達、はいはいはい、親友にも会って、はい、でその友達が教えてくれたんですけども、はいはいはい、これも新宿にある花園神社というところで、はい、なんか芸能浅間神社っていうのが中にあって、そうそうそう、わざわざ僕にもくっていただいて、そうなんです、その友達もなんか和也君にもぴったりなところだから、いや、もうありがとうございます本当に、って言って、僕はもう過去にね、はい、一度だけあの東京にオーディションすごい行ってた時期、今でももちろんなんですけど、あのすごい今有名な芸能神社さんなので、はい、行かせていただいて、一度ご祈祷させていただいたんですけど、さすがすでにいや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 、そうそう、そういう芸能とか芸事がねうまくいって出世するっていうパワーをこういただけるってことでお祈りしてきました。はい、すごい、本当ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いての画像お願いします。はい、こちらはこれはあの新宿の新宿御苑っていうところで、知らないですね、本当にこれも新宿駅の近くにすごい大きな公園っていうか御苑があって、本当にね、あの巨大な駅ですんごい人がいる中でちょっと歩けば意外とこういう自然が多いんだなっていうのが今回、東京ってなるとなんかこう自然なイメージがあんまりこう薄れてるけど、ビルばっかりっていうイメージでしたけど、うんうんうん、そう意外とこう人混みとこの自然とのこのバランスが取れてるんだなっていうのを、はい、今回分かって、ちょっと癒しも感じながら散策したりとか、ね、はい、でもう一枚も、もう一枚が、はい、これもなんかすごい、なんかあの京都、そうそう、京都かなって思うんですけど、東京、これも東京の代官山、あのおしゃれな並ぶブティックが並ぶような、その代官山の本当も一角に、駅の近くに日本庭園と、なんか、うん、あの重要文化財とされている日本家屋があって、これ何してるんですか、何してんのこれ、でこれなんかお茶、あの、で、ご自由にあの座って中庭をご覧くださいみたいな、そういうお茶出してるとかじゃなくて、そうそうそう、すごいな、ちょっとなんかここ座ったらいい感じに撮れるんじゃないかな、うんうん、いい感じ撮れてるけど、そうそうそう、そういうなんか東京にいながらこう緑を見て癒しを感じて、でも確かに東京やからって別に癒しができないわけじゃ本当なくて、こういったね、そうそうそう、先ほどの写真じゃないけど、ね、イメージはね、こう忙しい街っていうイメージありましたけど、探していけばすごく癒しもたくさん感じられて、でマッサージで癒しも届けてっていう、すごく、はい、いい東京の滞在でした。いや、すごい、写真まだある、はい、あるっけ、あと写真はこれで、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、いや東京2泊で、あ、そうですね、うんうん、できました。すごい、はい、なんかそのお友達の方ね、先ほどその花園神社さんのね、ん、言っていただいた方もちろんですけど、はい、なんかご質問というかちょっとあのコメントというか、今日メッセージが、はい、来てまして、ありがとうございます、読んでいただいていいですか、はい、読みます、はい、まなみさんよりメッセージが届いてます。いつも関西コンビのお二人の掛け合いを楽しく視聴してます。あ、嬉しい、ありがとうございます、はい、そこで聞いてみたいことがあるのですが、 お互いの第一印象、そして共演してからの意外だったギャップを教えてください。めっちゃあるほんまに。ちなみに私から見たくみちゃんの第一印象は清楚で儚さのある美人さんなんか嫌やな、ね、なんかで仲良くなってからは芯の強い、人一倍見えないところで努力を重ねている人、強さがある女性というギャップでした。かっこお世辞じゃないよ。で、あの和也さんの人柄も見るたびに好きになります。いやいや、ということで、本当ありがとうございます。今日はねちょっと仕事の関係でリアルタイムでは見れないですけども、はいはい、でもアーカイブ、はい、楽しみにしてます、ね、ということで今日も頑張ってね。いや、ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。本当にありがたいお言葉いただいて、そう、ね、先ほどちょっと質問でいただきました、うん、第一印象、そうそうそう、その後の、ま、ギャップというか今の印象、うん、まあ、絶対違う部分あったり、確かにね、どうします、僕からいきますなんか合コンみたいな感じだと思ってるけどそうで、はい、じゃあ俺から、はい、僕から、はい、お願いします、はい、うん、久美さん一番最初、はい、あのマーミさんっていう毎週月曜日22時からしていただいてるマーミさんが、うん、あのゲストさんで、そうでした、ね、お越しいただいて、僕がスタッフとしてね、はいはいはい、あの初めて出会わせていただいた時に、うんうんうん、なんか僕のもうリアルな印象は、はい、ね、うん、なんかあのドキドキ、すごい丁寧な
方だなと、そうなんや。でなんか僕がこうスタッフ、マリさん結構多くいらっしゃったかな、あの時。あ、そうやね、多くそうそうっていらっしゃった中で、はい、結構こう一人一人の説明なかなかできないので、こう皆さんにするっていう形になったりとか、はいはい、番組進行にするにあたって、なんかずっとこう僕の目を見てくださるみたいな、なんかすごいこう周りわーってなってて、こうボケられる方とか盛り上げていただくありながら、楽屋の方でもすごくこうなんか聞いていただいてるなっていうのが、そうなんや、はい、ああ嬉しいって思ったり、そうでなんか面白い、そのまあ慶長のお仕事されてるのももちろんなんですけど、はい、うん、すごくなんか引き出してくれる、こう番組進むにあたって僕のこう、うんうんうん、なんかありのままの姿を久美さんとだからこうありのままで話せてたりとか、はい、うんっていうのがあるんで、ありがたい、嬉しい、うん、っていうのが印象で、で一個だけなんかギャップというのが、あ、はいはい、なんかちょっとあのいい意味でですよ、ちょっとあのなんかこうしっかりされてる中にもちょっとこうお茶目というか、なんか天然というか、あ、はいはい、なんかえさっき言ったけどみたいな、なんか楽屋でもあれさっき言ったけど飲み会行くみたいな、なんかたまにこう、まあそんなそうよねそうよねって聞いていただいてる中でも、たまに半分ぐらい話聞いてないんかなって思われる時もあったりいやいや、まあ冗談ですよ、聞いてもらってないんですよ、ね、まあ、それぐらいなんかこう、あ、なんかこう完璧すぎない、いい意味で、なんかこうすごいこう人間味があるところもあったりとか、はいはい、なんかすごいこう抜け感というか、でもなんかこう支えられてる分、先の話じゃないけど支えていただいてる分とか、ほんまこう番組もちろんですけど、一人じゃなかなかここまでできないので、すごいそれが僕の印象であり感謝であり、ありがとうございます。ありがとうございます。逆にどう、そうですね、私も最初、一番最初その曲でお会いした時はすごく、あの挨拶とかもすごい丁寧にしてくださって、なんか礼儀正しい青年だなっていう青年で青年だなっていう感じで、はい、でその後にあの拝見してたのが、あの、はい、前私の前にあの一緒に出られてた寺本さんとの動画、はいはいはい、あ、寺本の名前ちょっと、いやごめんごめん、そう全然今ちょっと久美さんにお手伝いいただいて、ね、あのその動画を見せてもらってて、でもその動画を見たらもう、なんだろう、まあ、一言で言うとめっちゃ陽キャで、もうムードメーカーで、明るくてこう場を盛り上げてくれて、でそのメンタルもめっちゃ強くって、うん、もうなんか悩んだことなんてないんじゃないかなぐらいの、よく言われる、そうめっちゃ言われるうんうん、うん、もう常になんかどうにかなるっしょみたいな、うんうん、勢いでなんか乾杯みたいなね、言われる言われる、そうっていう印象だったんですけど、うんうんうん、またね、いつもそのこの番組で共演する中で、なんか、まあ、いい、これもいい意味でなんかこうすごい繊細な部分があって、うん、でまあこう物事をこうすごく深く慎重に考えていたりとか、でまあ周りの絵のすごい配慮とか気配り、いやいやいや、もうありがとうございます、優しさとかがあったり、でまあ感受性が高かったりとか、そういうなんかギャップは感じましたね。でも そのなんか良さがまたこう前にも言った中井くんのような、ああいうこう周りを見てこう進行していくみたいな、そういう MC にそうつながってるのかなっていう、はい、ありがとうございます、嬉しいです、感謝の気持ちもいっぱい、いや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 、ほんまでもおかげさまで本当ありがとうございます。うう、ね、でもなんかあのその見た目悩んだことなさそうとかいうのをすごい言われる、うんうん、で別にそれが嫌なわけでもなくて、うんうんうん、なんか最近っていうかここ人生でよく言われるのが、なんか大阪っぽい顔してるなとか、どんな顔やねんって思いながらあとよくわかるのがもう一個、それなんか悩んだことない顔って、俺もイメージつかわかんないけど、よう分からんのが、カズヤっていう顔してるよなとか、どんな顔やねんカズヤっていう顔、カズヤいてました、今までカズヤっていてました、あ、いや、いなかったかも、いや、それ友達もしかおったらもう傷ついてるで、同級生、俺カズヤはクミと同じクラスやったのにってなってるかもしれないいやいや、なんかカズヤっぽい顔って俺からしたら自分しか分からんし、で俺カズヤと3人ぐらい会ったことあんねんけど、全員違う顔やし、はいはいはい、でなんか大阪っぽい顔ってディスられてんのか褒めていただいてるのか、大阪っぽい顔俺、うん、ほんまどんな顔やねん大阪っぽい、悪口じゃないこれ、大丈夫、まあ、まあまあまあ褒め言葉になるのかな、喋り方もまあ関西弁がこう、ね、ちょっとまあでも色濃く出てるから、そう、最近でもなんかこうあんまりこうわーって言いすぎると、うんうんうん、うっさいからちょっとこうあんまりちょっと抑えるようには特になんかしてるんやけど、まあそれも自分の良さなのかなと思ったり、うん、そういいところだと思う、いや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 、ね、でもありがとうございます、そのお言葉いただいて、はい、もうね、そういう質問もいただきありがとうございます、本当、ね、本当に人ってね、はい、面白いですね、やっぱりこう深く付き合っていく中でいろんな
こう本質が見えたりとか ね, ね, ね、うんうん、特になんかこの前それこそ第二火曜日やらせていただいてる慎吾さんっていう、はいはい、スピリチュアル鑑定士の方なんですけど、はい、あいやいやもうちょうど今日あの YouTube で、うんうん、アーカイブしてすごいこう全解剖していただいて、ね、なんか顔相とか手相とか生、うんうん、年月日とか名前とか全部見ていただいて、うんうん、本当慎吾さんありがたい方なんですけど、うん、なんか自分でもよく思うのが二面性、うんうん、まあ、二重人格って言ったらなんか悪い意味で使われるっていうのがあって、あ、うんうん、もうすごいそれも言っていただいて、うん、こう一人でいる時の自分と結構みんなでいる時の自分、はいはい、っていうか極端に違う、うん、こう手相がこう全然右と左で違うっていうところから、あ、であの形とかでもすごい言っていただいて、うん、別になんかこう前人の前やから明るくしないとって強制かけてやってるわけじゃないけど、うんうん、自然とそうなったり、あ、まあ、それがさっき言っていただいたこう悩んだことないって思われる自分と、はい、うんうん、それもその自分も大好きやし、逆にこう、こうすごいこう物事深く今こうやってこうお付き合いさせていただいて、物事すごく一個ずつ考えてっていうところがあるからね。でもそれもなんかこの本、俺ちょっとこれどうなんやろうなってすごい自分でも悩んでた時期があったのよ。ほんまの俺ってどっちなんやろうみたいな、まあ、誰でも誰かの顔とっていうのはあるねんけど、うんうん、それがなんか偉そうとかってよくないやんか、人の下のもんに偉そうとかっていうのはよくないけど、そうそうそう、そうじゃなければまあ、うん、これも自分らしさとしてどっちの自分も否定せずに、ありのままやしどっちも変な話、うんうんそうだね、だからまあそれはそれでいいかなと、本当この本にもね先ほどすごい、うん、すごいタイミングでね、そうそう、なんか読ませていただいて、うん、本当何度も言うようにこう心も含めて、はい、心身ともにサポートしていただいてるっていうのが慈京さん新章さんには本当ありがたくね思ってます、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとここで、はい、ちょっともう残り20分とかなんか早く、うん、早い、なんか盛りだくさんやから、ね、俺今日ちょっと今こんなカメラ切ってから言わなあかんねやろうけど、すごい今日今までにないぐらい緊張してて、はい、なんか噛んだらあかんとかなんかどうしようみたいな、なんか変に伝わる言葉ってさ、生放送やから自分のことやったら変にミスっても自分の責任でいいねんけど、やっぱりこうスポンサーさんとかっていう変にこう伝わってしまうと申し訳ないっていう思いから、なんか噛んだらあかんとかこう伝えようって思いすぎて、久しぶりに緊張してたのがやっと今なんか溶けてきたというか、なんかこう久しぶりに、いやいやもうほんま見ていただいてありがとうございます、本当それだけね感謝の気持ちがあるっていうことですよね。本当ありがとうございます、本当ね、そうなんですよ。でちょっとねここからこうまあこういつも久美さんとさせていただいてる、はい、ちょっと今回はこのテーマにということでさせていただくのが、はい、まあ、ちょっと自分の近況じゃないんですけど、ハワイのマウイ島でちょっと火事、山火事っていうんかな、なんか今いろんな原因がインターネットでも、まあ、こういうのって諸説出たりとか、はいはい、なんか電線が切れてそれが電気走らしてたからそれが引火してとかなってたりとかして、ちょっとなってしまう8月8日ちょっと8月8日にで、ちょっとお写真の方があって、こちらもうすごい山火事、オーストラリアでも、何年前かなって、はいはいはい、その時今回の映像で出てなかったんやけど、もちろん犠牲者の方とか、うん、亡くなられたご家族の方、もちろん建物とかもちろんやねんけど、俺が一番見て思うのが、もちろんその人はもちろんなんですけど、うんうん、動物たちってなかなかピックアップされてない中で、まあやっぱハワイって自然がね、うんうん、いる中でもちろん生き物、そこにも一つ一つの物語があって、うん、親であるまあその生き物、虫ももちろん動物たち、うん、まあコアラがいるのかちょっと分からない、そういうのがいてたりとか、うん、それで暑い中苦しいんで亡くなってしまうとかって思うと、すごくこう心がこうなんか自分なりに苦しくなって、やっぱ人間やから人間にピックアップしてニュースする、うんうん、だけやねんけど、うん、その生き物とかも含めたらすごいこう悲しい出来事っていう一言ではもう言えないぐらい、うん、なんかこう今喋ってる中でもすごい心痛いぐらい、うん、こう燃えてるわじゃなくて、うん、奥に右に左にどんだけの被害者、被害が、はいはいはい、で元に戻すその自然っていうハワイの良さがちょっと失われてしまう、戻るまで何年かかるねんとか、うん、どんなお金かかるねんとか、もう命なんかで言うと戻らないとか、うんうん、って思うと本当なんか心痛む、うん、っていうのがあって、ちょっと続いてのお写真ねここ見ていただいて、これがこう焼けた後の、もう本当言葉ねあれですけども、本当戦後の日本もね戦後こうなったように、この一個一個の建物ってこうざっとは見えてるだけでも100軒ぐらいあるわけで崩れてる、
で一個一個こう一つの家庭には一つの明かりがあって、家族まあ4人から2人もいたり1人もいたり10人でいたり、皆さんの家が潰れてる。でも今その人らってどうしてるんかなって、日本のメディアってこういうメディアをこう叩くのはもちろん申し訳ないねんけど、パッと取り上げて後々ずっと報じない、まあそうですね、っていうのがあったりとかで、なんかそれがメディアがいいとかあかんとか今言うつもりじゃないんやけど、本当長期的にこう世界が一つになって、こうまあチャリティーだけじゃ再生はしないけど、チャリティーとかそういう助け合いの心がより一度求められてるんじゃないかなと思って、ちょっとお写真次いいですか。はい、これも車とかもさ、なんか車が焼けたっていう現象はもちろんそのままなんやけど、言うたらなんて言うやろ、昨日買った車も、じゃあ10年前の車から言い訳じゃ本当ないんですけど、貯めて貯めて買った車もあるし、もちろん家もそうやし、お家なんかもね命もそうやねんけど、こうただこの1枚にしてもすごくいろんな人の思いとかがあって、なんかそうそう、それこそこう自分の活動の話で言うとあれやねんけど、やっぱこういうところにこう山火事は自分のアーティスト活動としては止めることはもう自然現象、地震ももちろん止めることっていうのはできないけど、まあより自分がこう大きくなると、まあこういう言い方するとあれやねんけど、やっぱり人助けって気持ちもやねんけど、お金っていうのが絶対俺は必要やと思ってて、そうですね、やっぱり大丈夫やでって言葉で言うのも大事やねんけど、お金っていうものがあれば、その物と引き換えできるわけ、お家建てれるわけ、そうですね、っていうのがあって、まあ、このハワイに限らず人助けっていうのにはやっぱ影響力、自分一人じゃなくて本当自分の音楽、そういう平和とかっていう、僕が何度も言うマイケル・ジャクソンのような平和を歌うような人を支えれるような音楽、はい、We Are the World みたいな、なんかそういうチャリティー基金を自分でね、まあゆくゆくはちょっと今こんなんでね、偉そうに言うのも大きいこと言いすぎるとあれなんですけど、絶対立てて、本当は新章さん、次教さん、それこそゆういちさんとお約束させていただいた通りに、自分との約束もさせてしてる通りに、こう人のこう自分のためだけじゃなくて人のために社会のためにやっていこうと改めて、ね、特に音楽ってやっぱりこう国を越えて通ずるもんとか思いとかがあったりとかってするので、やっぱりこう自分がそうやってこうねしてる、そういうことを思いをより影響力を持つと、ああ和也がしてんのやったら、たとえお金じゃないけど1円しようかなって思ってくれるだけとか、なんかちょっとこう家族に対して友達に対して隣人に優しい気持ちが少しでも持てると、別に全員こう神様に仏になれ仏様になれじゃないけど、ちょっとでも優しくすることが世界平和につながるんじゃないかという思いを今持ってね、今ちょっとこう番組でもちょっとでの影響力も持たせていただいてるながら発信していこうかなと。でもそう考えたらね、やっぱり影響力とかね、知名度っていうのは大事になってきますね。やっぱりそうだけじゃないけど、やっぱり国変えるっていうのは、もちろん政治家の方々、いろんなそういう方とかっていう外交とかはあるけど、やっぱり影響力ある、それこそ今で言う BTS、昔で言うという僕が憧れてるマイケル・ジャクソンとかっていう人がやっぱりチャリティーすることによって僕も影響を受けたように、はい、感じがあって、ちょっと続いての画像いいですか。はい、これ今ね生活に、これごめんなさい、今日のちょうど午前中かな、昼ぐらいの今死亡者数と、ちょっと偏った情報になるかもしれないんですけど、この行方不明者数とか、もう火事やからこう連絡も取れなくて、もう死亡してるっていう確定ができないと行方不明になるみたい で避難民も1万1000人で、こうハワイのマウイ島ってそんなに人口たくさんなところじゃない中で、こんだけね、ですね、数で見るとすごいですね。そうで55億ドルの、物的損害っていうのがあって、ね、もうそういう面でじゃあ55億ドル用意できたら助かるわけじゃない、戻ってこない命も先ほどから言うようにあると同時で、でまあ僕かこういう慈善活動をしてるとか自分で言うと、まあ、結構叩かれたりとかいろんなことがある中で、俺は自分の今の考えは全部公表していこうかなってあえて思ってて、こういう理由があって、本当にいい人っていう面でしようじゃなくて、本当自分がマイケル・ジャクソンに影響を受けたように、まあ、先ほどの話カズヤがしてるのであれば、ちょっとだけでもしようかなって思う人助けの気持ちがあれば、なんかみんなが
平和になるんじゃないかなっていう思いで、はい、僕もあの早速させていただいたんですよ。そうなんですね。そうで、あの結構この急に起こった災害とかって、うん、はいはい、こういろんなサイトがあって、ね、まあ中には、うん、こんな言うのもあれやけど、うん、なんてやろ、ちょっとこうそれを利益にしてしまうところもあったりとかして、本当にいろいろ調べた上でしてほしいっていう願いもあったりして、うんうん、まあ、僕がさせていただいたのが、ちょっと次の画像いいですか。はい、こちらあのピースジャパンウィングっていう団体さんがあって、はい、そちらであのちょっとチャリティー自分もさせていただいて、もちろんあの金額とかは伏せさせていただいているんですけど、はい、まあ、今あのこれしたのがちょうど8月10日ぐらいかな、ちょっと、はいはい、日数ちょっと曖昧なんですけど、させていただいて今で776万かな集まってで、まあ、今で言うともっと集まってて他の団体さんとかもあったりして、ね、まあ、これがいち早くいつもこうユニセフにこうさせていただくように毎月してるんですけど、はい、災害とかが自分なくて もう固定で毎月するようにはさせて、ね、うん、いただいてるんですけど、うん、はい、まあ、ユニセフさんが今ちょっとごめんなさいされてたら申し訳ないんですけど、うん、とは別に、うん、あのピースウィングジャパンさん、ごめんなさいピースジャパンウィングさんがされてたので、うん、ちょっといち早く、やっぱりこう、うん、スピード感って大事、うん、それで救える命とかもあるかなって思ってるので、うん、そうそう、そういうのでちょっとピースウィング、ごめんなさいピースジャパンウィングさんのちょっと URL あのホームページ出していただけますか、うん、こちら、こちらちょっと自分で調べて、はい、まあ、あのハワイのマウイ島というところで、まあ、それ以外ももちろんアフリカの方に日本の医療で救いたいとか、うん、いろんなことをされてるので、はいはい、まあ、ちょっとあの自分も、うん、まあ、そんな大きい金額じゃないかもしれないですけど、はい、ちょっとさせていただいたので、まあ、あの僕が皆さんお願いしますってそういうあの意味でしてるんじゃなくて、うん、でもね、これを見ることによってあこういうのがあるんだって、そうそうそう、こういうのがあるんだっていうだけで本当ありがたくて、もうあの僕がああのピースウィングジャパンさんと全然、うん、あの関係持たせていただいてるわけじゃないので、うん、こうやってご紹介させていただくのも恐縮な部分もあるんですけど、そういう、ね、必要なこう支援をされてる団体さんなので、はいはい、うん、まあ、ちょうどあのハワイのマウイ島の方でね、うん、ちょっといち早くされてたので、はい、ちょっとあの 心ばかりなんですけどさせていただいて、素晴らしい、まあ、ちょっと時間はかかるけどよりそうです、ね、でもみんなが小さな、ね、力が集まったら大きくなりますからね、うん、っていうのがあったのでちょっとさせていただきました、うん、はい、まあ、それがまあ僕の近況というか、うんうん、っていうのがあって、なんかあの、ね、そうそう、あの、うん、ちょっとさっきからマイケル・ジャクソンという話もあったりとかして、はい、あのちょっと音があの流せないんですけど、流せないっていうのがあのちょっとこう著作権の関係で YouTube でちょっと切られるの嫌なんで、うんうん、僕がいつもこうなぜチャリティーをするようになったかっていうところで、はいはいはい、まあ、マイケル・ジャクソンっていう単語をね、その人の名前すごい上げさせていただいてるんですけど、そう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 、あのその動画の方がちょっとあの音源なしでちょっとあのワイプで出していただけますか、うん、はい、こちらのヒルザワールドっていう曲とともに、マイケル、ちょっと大きくしていただけますか、これあのマイケル・ジャクソンさんがあのこうチャリティーしてる映像がミュージックビデオとともに、あのマイケル・ジャクソンチャリティーってあの英語で入れていただくと出てくるもんなんですけど、もうこれを毎回見るたんびに僕あの1週間に1回あのほんと義務じゃなくて見てて、もうこれを見るといかに自分がこう幸せなのかでこう原点に帰らせていただく、であの僕が聞いた話なんでこうあれなんですけど、こうこんだけ有名な方が本当に足運ばれるって本当にもう大変なことみたいで、あのツアー近いから行きますじゃ絶対無理みたいで、いろんな方の協力で、そのマイケル・ジャクソンってスケジュールが大変な中、自分が絶対行くって決めないといけない中でこうプレゼントを自らご用意されて、こう皆さんの笑顔でやっぱりこう好みはあれだ、やっぱりマイケル・ジャクソンが来るっていうとやっぱり皆さん元気になってメディアも入られて一個のイベントになるっていうので、まあこれはあのちょっと余談ですけど、それがゆえに戦争止まったりとかっていうお話も聞いたりとか、なんかこの映像を本当見るとなんかこう今でもちょっとこう初心に戻らせていただくというか、本当ですね、映像だけでもなんかもう鳥肌が立つような感動がありますね、やっぱこう自ら行かれて、うん、やっぱこうお金だけっていうのももちろん素晴らしいことなんですけど、やっぱりこうやって現地に行って直接こうやって渡してっていうのがすごいなっていうので、うもしもし皆さんもよかったらね、なんかこう見ていただいて、ね、初心に帰らせていただいてるというか、うそんな感じで、はい、また私も見てみます。ぜひぜひまたリンク送ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、なんかそんな感じでちょっと残り5分でね、はい、そんな感じでちょっと。
今日はたっぷりのご紹介で。本当ですね、いろんなでも大切なことが、いやいや、なんかまた ね初心に帰れた感じで、いやいやいや、もうありがとうございます、うん、なんかこう最近ちょっとご自分の話になるんですけど、うん、なんかあのちょっとこう、うん、怒ってしまう、イラッとしてしまう、もう言葉選ばず言うてしまうと、うん、ってなんかその言い方どうなんとか、うん、ちょっとこう別に誰っていうことじゃ本当なくて、うん、あの思うことが本当最近あって、うん、なんかこうその人に直接、僕もあのなんか気長い方じゃないので、うん、抑えてはもちろんおるんけど、やっぱイラッとはしてしまう中で、うん、なんかあのでもそのイラッとしてしまうことって別に人の感情だから抑える、うんうんうん、っていうのは良くない、ね、もちろん喜怒哀楽があって人間、ね、うん、そうそうそう、うん、別にそんな感情抑えてじゃないけど、はいはい、でもこれってなんかそこで思ったのが、はい、まあ、ちょっと腹立ってしまったことが、2,3 日のことをこの1週間でガーってあってしまって、うん、でもこれが延長上で言うと、はいはい、やっぱこう戦争ってそういうことを、確かに、ね、うん、やっぱこう、まあ、名前出してあれですけど、うん、まあ、ロシアのプーチンさんからしたら、うん、常識の中でいやもうおかしいやんけっていうところで、うん、良くないけど攻撃してしまう、うんうん、俺は攻撃はしてないけど、もちろん人に手とかもちろん出してないけど、うん、今はそのゼレンスキー大統領ウクライナの方からすると、はい、いやいやいや、お前がおかしいんやんけっていうところで争いって起こるんやなって、ね、ちょっとまあ悩んではないんですけど、はいはいはい、なんかこ う、ね、怒りの感情をなくすじゃないけど、何が言いたいかっていうとこう、はい、あ、こうやってこういやいやお前おかしいやんけっていうところが、うん、皆さんそうなって喧嘩大きくなると戦争で、まあ、ね、国民の被害とかいろんな被害になるんで、はいはいはい、確かに、うん、なんかやっぱ誰としても怒りという感情を消すのは難しいけど、うんうんうん、まあ、この人はこのいう考え方で、はい、まあ、受け入れてあげれる気持ちが少しでもあれば、そうですね、なんかこう歩み寄って、うんうん、そうそうそう、で優しく伝えてあげれれば、はいはい、お前の言い方がどうやとか、うん、俺の言い方がこうやったからとか、うん、やっぱこう自分基準で全て考えてしまうとやっぱ争いになってしまうのかなっていう思いがあったりとかして、うん、そうですね、うん、お互いにね、クミ、うん、さんはやっぱりその辺ね、僕からしたら、まあ、いろんな悩みはあると思うんですけど、はいはい、やっぱりなんかこう結構受け入れるというか、あ、俯瞰的に見るみたいな、前回前々回かなお話あったけど、はいはいはい、なんかそれがまだちょっと自分はできてなくて、あ、まあ、そうですね、まあ、でも伝えることはね、そんな我慢しなくていいと思うんでね、うん、こう感情的にならずに、まあ、冷静 に、ね、冷静に、うん、自分の意見として伝える、うんうん、で向こうの意見も聞くっていう、そうやな、でまあ程よい落としどころをね見つけて、そうやな、うん、いやほんまそうやな、っていうのがね、まあ、基本だけど、まあまあね、いろいろそんなそう簡単にはいかないこともね、うん、たくさんあるとは思うんですけども、でもやっぱり、はい、まあ、あんまりそれこそこう怒ってしまうのと感情的になるのはまた別やから、はい、あ、そうそうそう、一回ちょっと自分に、まあ、俺もちょっとストレートに出てしまうねんけど、うん、一回抑えて、はいはい、ちょっとこうより噛み砕いて伝えてあげれる状況の時に、はいはい、でまたそれはね、また新しい状況が生まれたりとかするかなと思ってたり、そうですね、うん、なんかこう事実と感情をとりあえず分けて、そうやな、考えるっていうのが大事って言われてますよね、そうそう、だからやっぱり感情的になってしまうと本当こう攻撃的になって、うん、まあ、戦争に延長上で戦争になるのが本当ね、うん、よくないなと思って、うん、そう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 、そういう経験もあったり、でもまあこうやって久美さんに聞いていただいて、番組もねお送りさせていただいて、ね、ありがとうございます、本当、いやいや、日々いろんな経験が ね、 ね、ありますね、いやいや、でも本当おかげさまでね支えられ て、 してるので、うん、いや本当にね、こうやって応援してくださる方がね、いやいや本当ありがたいこと、私もね、このまなみさんも ね、 いつもねメッセージくれたり応援してますって言ってくれて、はい、本当ありがたいです、ありがとうございます、ね、はい、でね、あの最後にちょっとなるんですけれども、あの、はい、自分の、自分で歌詞書いたものが、うん、まだちょっとデビューっていう曲でもないんですけど、あ、はい、あの Change the World ということで、まあ、その平和の歌を歌いたいっていうところで、自分の思いとかを、うん、ちょっとまあ一番のワンコーラスだけになるんですけど、はい、皆さんに聞いていただきながらちょっとお別れして、はい、まあ、自分の思いとともに、うん、まあ、こう世界が平和になったらいいなっていうところも込めて書いたので、その曲とともにちょっとお別れ、はい、させていただければと、はい、ちょっと歌詞にも注目して、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっと今日たっぷりでちょっとね、はい、あのボリュームたっぷりでお送りさせていただきましたけど、いやいや、深い話をたくさんできて、いやいや、まあ、ありがとうございます、またまたあの第4火曜日の、はい、うん、当てるね、第4火曜日ね、はい、はい、21時からあの来月もさせていただくので、はい、ぜひ皆さん次回もよろしくお願いします、はい、最後までご覧いただきありがとうございました、ありがとうございます、それでは動画見てください、はい、どうぞ、お願いします、人が人を思いやれる世界、思い描くのは俺一人、誰もしようとしない理解、なぜみんなが分かり合えない、人は一人では生きていけないのに、また誰かの自由を奪い
そして出るたくさんの犠牲者、弱い者いじめする偽善者、コントロールできないくらい追いかける目の前の間に、汚い金なら俺いらない、大切なのはスマイルライフ、もういない、キングボックス、インドの神、モハマド・ガンジー、全てを覆した偉人たち、レジェンドたちの思いはどこに、こんな世界望んでいない、人ごとだからどうでもいい、まだまだ残る差別問題、小さな大人がいがみ合う、みんな同じ人間なのに、もうたくさんだ、たくさんの血、これ以上増やせない被害、今ならまだ間に合うかもしれない、必要なのはミサイルじゃない、一人一人のコンシデレーション、少し少しChange the world, 一歩一歩ずつ Change the world, より良きあるべき世界にしよう、そんな愛ある地球にしよう、 Love and peace, みんなで心一つに。